超スローボール、オイロジンなどなど、何にも動じない規格外の精神力で相手打者をねじ伏せ続ける男、伊藤大海。今回は攻めの気持ちと遊び心を持ち合わせ、日本を代表する投手にまでなっている伊藤大海のキャリアを振り返ります。北海道で祖父と父がタコツボ漁師の家系の長男として生まれた伊藤は、小学生から野球を始め、中学卒業後は駒大苫小牧高校に進学。高校では2年春の甲子園に出場し、初戦の創成館戦で完封勝利を記録します。そして高校卒業後は上京し、駒澤大学に進学しますが、伊藤はここで空白の時間を過ごすこととなります。4年間プレーするビジョンを描けなかった、そう言い、すでにリーグ戦にも登板していましたが、1年の10月に中退。その後、北海道に戻り、苫小牧駒沢大に入り直すことに。規定により1年間はリーグ戦の出場は禁止。伊藤はこの期間が最も辛く、最も成長できた時間と振り返ります。試合に出られない分、どういう体の使い方をするのがベストなのか、深く考えた伊藤は一つの疑問にたどり着きます。肩慣らしのキャッチボールは必要なのか。野球人は一般的に短いキャッチボールをして肩を温めていきますが、伊藤はこれが自分に合っていないと感じたといいます。ゆっくり投げると肘を押し出して投げる癖がついてしまう、そう言い、独自の調整法を模索していました。そしてウォーキング、ランニング、ストレッチをした後、メディシンボールで投球動作を一つ一つ細かく確認。ウォーキングから約1時間30分の時間をかけて体の状態と動作を検査し、ここから 100% のキャッチボールを開始。そしてこの調整法は大学2年時にはすでに定着しており、2018年春のリーグ戦では6勝0敗をマークし、大学選手権に出場します。大学選手権では日本文理大から10三振を奪って完投。続く慶応大学戦では敗戦投手となりましたが、その後大学日本代表入りを果たしました。そして大学での活躍が評価された伊藤は、2020年のドラフト会議において日本ハムから1位指名を受け、プロ野球人生を歩み始めます。1年目の2021年シーズン、この年は早速開幕ローテーション入りを果たし、3月31日の西武戦でプロ初先発。この試合は6回4安打1失点と好投するも勝敗がつかず、その後もなかなか勝ち星に恵まれずにいました。それでも4月28日のソフトバンク戦において6回4安打無失点の好投でプロ初勝利。さらに交流戦では3勝、防御率 0.90 と勝ち星と防御率の2冠に輝くと、5月28日の中日戦から7月9日のロッテ戦まで6試合で6勝を記録。また東京オリンピック日本代表にも選ばれた伊藤は、この大舞台で強靭なメンタルを披露することとなります。中継ぎとして起用された同大会準決勝の韓国戦、3番手として登板した7回、2アウトランナーなしで韓国は1番パクヘミン。そんな感じが出てますかね。そうですね、いい投げっぷりですね、はい、腕の振りがいいです。はい、ここは韓国の今ちょっとですね、伊藤選手がロジンをたくさんつけるので、リリースの瞬間にロジンが飛んでリリースポイントが見づらいというクレームが入ったと思うんですよね。おそらくですけれども、まあ、確かにピッチャーによってロジンを多くつける人、そうではない人いますけれども、結果的に伊藤はオリンピックで完璧な救援を見せ、日本の金メダルに大きく貢献したのでした。そしてシーズンでもローテーションを守り続けた伊藤は、10月30日レギュラーシーズン最終戦、かつ監督の栗山が指揮を取る最後の試合において7回1失点の好投で10勝目をマーク。そして最終的に10勝9敗、防御率 2.90 の好成績を残しました。またこの年の9月15日の西武戦で、ルーキーとは思えない立ち振る舞いを見せます。1点差に迫られた5回、2アウト2塁、打席には山川。カウント 2-2 からサインが合わなかった際に、捕手清水を手招きし、呼び寄せ、サインを確認。すると最後は146キロの直球で空振り三振を奪い、雄たけび。物おじしないルーキーの気迫あふれる姿に、ファンも心臓に毛が生えている本当にルーキーといった声が相次ぎました。大ブレイクを果たした1年、ただこのブレイクは勢いだけに任せたものではありませんでした。サイドスローで投げてみたり、超スローカーブを投じたりと、遊び心を持ちながら投球の幅を広げる作業を続けていました。
そしてもっともっと高みを目指す、そう意気込み迎えた2022年シーズン。この年は1月30日に無症状ながら新型コロナウイルス陽性判定を受け、春季キャンプに出遅れますが開幕1軍スタート。開幕戦はビッグボスの方針で4番手として5回裏から登板。この試合は2イニングを無失点に抑え、プロ初ホールド。その後は先発として登板すると思うような投球ができずにいましたが、5月13日のソフトバンク戦において9回3安打無失点完封勝利。そして7月に3勝、防御率 2.79 の好成績を残すと、監督推薦でオールスターに出場することが決まります。普段の試合でできないようなスローボールでオールスター史上最地球を狙おうかなと思います。そうコメントを残していた伊藤の出番は第2戦の8回に巡ってきます。先頭の西川を超スローボールでライトフライに打ち取ると、続く佐藤輝明は全球直球勝負で見逃し三振。そして3人目のビシエド。いやストレートいいですね、伸びてますね。そして超スローボール、ストライクですよ。今度はビシエドは動けませんでした。もう一ついった。今度はワンバウンドになりました。オールスター史上最地球最も遅いボールも目指す伊藤ですが、いったビシエド打った、どうか、レフトの後方、レフトフライ、清宮取りました、スリーアウト。そんなオールスターでも注目を浴びた伊藤はシーズンでも好投を見せ、9月2日の楽天戦でシーズン10勝目をマーク。新人から2年連続2桁勝利達成は球団では西崎幸弘以来34年ぶりのことでした。そんな中でビッグボスから多分先発だからフェーズ配分している、1回だけなら面白いんじゃないかな、そう言われると9月26日の楽天戦の9回表、1点リードの場面で登板します。すると2奪三振を含む三者凡退の内容でプロ初セーブを記録。最終的にこの年は10勝9敗、1ホールド、1セーブ、防御率 2.95 と2年連続で好成績を残したのでした。そして2022年オフ、リリーフで結果を出したことで新庄が抑えでの起用も考えていると発言する中で、伊藤は強い先発へのこだわりがありました。目標は沢村賞を取ること。抑えについて記者から聞かれた際には、やりたくないことはやらないので僕は、とにやり、2023年、伊藤が新球場エスコンフィールド北海道でどんな投球を見せてくれるのか、今から楽しみなファンも多いでしょう。一度大学を辞め、違う大学に再入学して、プロ入りにつなげ、さらに1年目から2年連続2桁勝利。自分の道は自分で切り開く。この言葉はまさに伊藤大海のためにあると言っても過言ではないでしょう。これからさらなる高みへと邁進し、ファンに強烈なインパクトを残してくれることに期待し、この動画を終えたいと思います。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。